どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ふむふむ、おお、クス、なるほど。ん？何見てるのお姉ちゃん。いや、ちょっと観察を。気にせず続けてくれ。それでは気にせずに続けさせていただきます。いつの間にそんな趣味を。心配しなくても大丈夫だよお姉ちゃん。これ買ったんじゃなくて全部借りたものだから、はがきは部費で買いだめしてるし。ああ、検証部の活動か。お姉ちゃんはサプリメントセットと鮭缶詰め合わせと特製十徳ナイフ、どれがいい。ダメだ、点で参考にならない。何の参考。メイドじゃなくて妹。やっぱりいまいち想像できない。妹は癒しと萌えの塊なのよ。塊ですか。お店としても相当美味しいイベントなのよ。じゃあミサちゃん、ちょっと試しにやってみよっか。で、髪型は幼い感じにした方がいいわね。ミサちゃんはやっぱりツインテールかな。お客様を呼ぶときはご主人様じゃなくてお兄様、お姉様ね。自分のキャラによってはお兄ちゃんとか姉さんとかアレンジして。ほら、お客様のこと。ほのかはお兄ちゃん。あ、兄貴とか。何言ってるのミサちゃん。若いんだからお兄さんぐらい言わなきゃダメでしょ。お兄さん。お兄さん、着替え手伝ってとか。お兄さん一緒に寝よとか。妹ならこうでしょ。何歳の妹。さすがほのかちゃん、得意分野にはより一層容赦ないこだわりが。マニアスイッチ入ってる。さあやってみて。あなたは大好きな兄の帰りを待ちわびている妹よ。まだかなお兄たん。まだかなお兄たん。あ、帰ってきたかな。帰ってきたかも。おかえりお兄たん。おかえりお兄たん。だからやっぱり性に合わないってあるじゃないですか。さすがにこれは私にはちょっと。性に合わないということを仕事ができない理由にするつもり。あ、ほのかちゃん。そろそろ言おうと思ってたのよ。天然キャラでこの世界に疎いことをうまく売りにしてんのは別に構わないけど、雇ってもらってる身なら少しは勉強するのが常識でしょ。ああ、ついに出ちゃったブラックほのか。もう私には止められ。そのままでいいからなんて言われて真に受けて一歩もこちら側に入ってこようとしないなんて愚の骨頂だわ。甘えるのも大概にしない？小娘が。ミサちゃん。
待って待って、気にしないで。ミサちゃん、無理ならシフト変更すればいいし、次頑張ればいいから。あ、そうだ、ほら、次のイベントはメイド戦隊デーなのよ。私は絶対ピンクやりたかったんだけど、ほのかちゃんも絶対ピンクって譲ってくれなくて。ミサちゃんは何色がいい？何色でもいいです。今日はもう上がりなの？うすい、いつもミサちゃん見に来てくれる。あなたうすいくんっていうの？そうだ、あなたならわかるんじゃない？ミサちゃんのイメージカラー。イメージカラー、今度戦隊もののイベントやるので、ミサちゃんは何色かなって。メイド戦隊、個人的には藤色とか水色系な感じなんだけど、それだと他の子と被っちゃってて。色違いのエナメルメイド服を作ろうと思ってるのよね。じゃあ透明のスケス。黙れ変態。まあまあ、別に今すぐじゃなくてもいいから、ちょっと考えてみてくれるかな。妹癒し、妹癒し。おい見ろよこれ、お前ほんと巨乳好きだよな。メイド交換ノートにミサちゃんへのメッセージを。無駄だって、イッくん、メイド交換ノートにミサちゃんは一切関わってないもん。でも試してみないとわからねえぞ。わかってるよ、返事なんて来ないって。筆跡で学校の他の奴らとかにバレるかもだし、そういう証拠に残る企画は絶対不参加だ。でもすっごい愛のこもったものなら。どうしたんだ、イッくん、なんかミサちゃんの気を引く秘策でもあるのか。例えばこんな風にメッセージにイラストを添えてみたり。うまい。なんなんだ、アイくん、そんな特技があったのか。あ、俺今まで隠してたけど実は隠れオタクなんだ。アイくん、お前どう突っ込めばいいのかもうわかんねえよ。はい、言っちゃった。どう、まあそこそこだから許す。許された。何を。で、これだとこの花何色。え、あ、花色って。突然何を。お題、ミサちゃんに似合いかつミサちゃんを表現できる色は。制限時間10秒。はい、10、9、3、1。いやいや、やっぱりここ赤。あの情熱的な雰囲気と女の強さを感じる赤。ミサちゃんの黒髪にも映える。うん、俺は紫、クールさと色気を兼ね備えている紫。ちょい大人目がいい。うん、俺は黒、あの引き締まったボディには黒だろ。さりげなくレースなんてついてりゃもう。お、いや、それなら逆に俺はイチゴパンツが。というか、いつの間に下着の話に。おい見ろよ、妹特集だってよ。読むなよ、それ会長が没収した本だろ、怒られると。でも見てみろって、これ雪村の妹にそっくり。え、でもこれマジでそっくりだって。なあ雪村。そうかな。つか俺二次元に興味ないから、どれも同じに見えるし。そっか、俺こういうのでもいけるよ。基本は三次元だけど。雪村の妹ってこういうフリフリの格好するの。するわけないよ。でもいいよな、あんな癒される子がずっとそばにいてくれるんだから。おっと、放送委員会が始まってしまう。じゃあ雪村、俺お花に水やってくるから。行ってきます。雪村。はい。お前その妹と、そのどんな話をするんだ。特に普通の。じゃあどういうところで癒される。癒しですか。そんなにこの本のアニメキャラに似ているのか。僕おしっこ漏れそうなんで失礼します。会長。で、何見てたの。なんでもない。兄弟いますよ。言ってませんでしたっけ、兄と妹の3人兄弟なんですけど。美咲、聞いて聞いて、しずこの兄弟全員同じメガネ。いや、だから似てるけど違うんですよ。しかも全員同じ顔。それは否定できません。でもメガネは違うんですよ。兄がいるのか。どうかしました。え、あ、
いや、私男兄弟いないからさ、どんなもんなんだろうなって思って。仲いいか？兄さんとの仲ですか？悪くもないが、良くもない。だって全員これなんだもん。どういう意味ですかね、それ。さくらはどうなんだ？お姉ちゃんがいるよ。もうすっごい仲良し。よく二人で買い物行くよ。そうか、しずこもさくらも妹なんだな。確かに二人を見ているとなぜか癒される。まあ妹だからというわけでもないんだろうが、こういう癒しを与える場所を店長は作ろうとしているのかな。美咲？どうしたんです、じっと見て。いや、二人は可愛いなと思って。どうしたんですか？っていうか、どうしたいんですか、私たちを。やだ、改めて思う。美咲、私にできるだろうか。いいのか、一君。本当に書くのか。ああ、全24色のカラーペンも持ってきた。ということはまさか。ああ、紫だ。いや、それは書いちゃまずいだろう。どうしても書くって言うのならカラーペンは必要ない。黒のレースで。いや、どうせならやっぱイチゴで。じゃあ真ん中取って、ヒョウ柄でも。どういう真ん中の取り方だよ。お待たせいたしました、ご主人様。萌え萌えオムライス特別サービスでございます。5月早い。ほんと感心するほど努力家ですね。この前は休憩中に教科書読みながらダンベル運動やってたし。ともかくしっかりしてるよね。仕事覚えるのも早かったもの。ほのかはぶっちゃけ嫌いだったけど、家庭の事情だかなんだか知らないけど待遇良くてムカつくみたいな。でも重たいもの運んでくれるし、何より嫌なご主人様に絡まれたら。ご主人様、そろそろお許し願えますか。もうご主人様も大満足。これはこれで美味しいなって思って便利だし。ちょ、本当にほのかは腹立つ。三段活用。何を見てる。観察、何色かなって。だから適当に決めてくれって言ってるだろ。スケスケ以外でな。それよりも今はお兄たんのことで頭がいっぱい。黙れ。会長、確か妹いたでしょう。イメージしやすいんじゃないの。うちのはお兄たんとか言わない。だいたい甘えた声でおねだりなんかしたことないしな。無理ならシフト変えてもらえばいいじゃん。休んじゃえば。甘えるのも大概にしな、小娘が。無理とかできないとか簡単に言いたくないんだよ。それにメイドラテが普通の喫茶店と違うところは、日常では味わえない楽しさとか癒しとか、とにかく特別な空気を味わえる場所で、その空気を作ることこそがスタッフに求められてるんだってようやく最近気づいたんだ。だから私も癒せるキャラを演じ。だったらなおさら無理しなくてよくない。は？なんでそうなる。俺そのまんまでいいと思うけど、もし今の須野会長が俺の妹だったとしたら。だったとしたら、うん、すっげー燃える。毎日365日分の美咲寝顔コレクションアルバムを作って、今日はどんなアングルで撮ろうかと。要するにお前はただの変態だ。お帰りなさい、お兄さん。おお、今日ぎこちなさは残るものの、ずいぶんナチュラルに。何か飲む？それともご飯にする？少々セリフじみたところはあるけど、まあ十分合格ラインじゃないかしら。ロリ系妹キャラに挑戦した努力は認めましょう。ミサちゃんならもう一つの妹キャラ、真面目な清楚系という選択もあったけれど、その可能性には気づかなかったようね。お帰りなさい、お兄さん。どうしたの？ミサの方こそどうしたんだ？え？いつもはお兄たんなんて呼ばないくせに。急に海外しくして気持ち悪いぞ。さては何かねだるつもりか？それとも俺に何か後ろめたいことでもあるのか？やだなお兄たん。ミサはいつもこんな。もしかしてこの前俺の目の前でおならしたこと帳消しにするつもりじゃ。
ジョークにマジギレしちゃう。まあ嫌なジョークですけどね。いや、嫌だなお兄さん。ミサおならなんてしてないよ。はい、お水。それどこの水？お兄さんアルプスの水がいい。汲んできて。またそんなわがまま言って、ミサを困らせないでお兄さん。それより今日は何にする？ミサのおすすめはオムライス。お兄さん、オマールエビのロースト、赤ワインソースとフォアグラのポアレ、サマートリュフ添えがいい。またそんな無茶ばっかり。ミサを困らせないでって言ってるのに。ミサの方こそ、あれもできないこれもできないってわがまま言ってダメじゃん。おまけにおならまでしてないって嘘つくし。だからしてないって言ってるだろ、この変態バカ兄貴。ああ、やっちゃった。なんかミサ、今日は機嫌悪そうだから帰ろっかな。お兄たん。また来てくれてもいいんだからね。おお。これは、まさか、もう一つの妹キャラ、あれね。そうよ、ロリ系でも真面目清楚系でもない、天然ツンデレ妹キャラ。お疲れ様。正直あそこまで頑張ってくるとは思わなかったな。そう？ミサちゃんは頑張り屋でしょ。可愛いデレをもっと見たかったですけどね。お、確かにツンは普段十分見てるもんね。でもイベントじゃやっぱり無理かな。うん、だってミサちゃんが一番可愛くなっちゃう時って。お礼は言ってくんないの？なんで？俺のおかげで成功したでしょ。あんなもの成功とは言わない。完全に私の実力不足だ。演じることに精一杯になると冷静な判断できなくなって、ついムキになってしまう。だから演技しようとするからダメなんだって。そのままでいいのに。素を出しっぱなしにして癒されるわけないだろ。そう？俺はこのままで最高の妹だと思うよ。うるさいバカ薄い。やっぱりあの薄井くんが隣にいる時だけなんだもん。あ、ほら薄井先輩来てくれたよ。頑張って。俺になんか用？はい、呼び出したりしてすみません。どうしても直接お話ししたいことがあって。実は私、入学前からずっと先輩のこと気になって。私を彼女にしてもらえませんか？ぶねえ。うさい先輩。俺、三度の飯よりメイドが好きな重度のオタクだから、愛読書は全てメイド関連、喫茶店は必ずメイド、もちろんフィギュアもコレクション中、メイドなゲームをプレイしては萌えも言って興奮すると自らメイド服を着てハーハー言うよ。そんじゃ。しっかりして、これは試されてるのよ。オタクなわけないわよ。構いません。だったら私、先輩の好みの女の子になりますから。それじゃダメなんだよね。薄い、次の授業始まるぞ。会長。脱いで。何を言っとるんだこの変態が。こんなになってるのに次の休み時間まで我慢するつもりだった？別に出血しているわけじゃない。さすが会長らしいたくましい考え方だね。っていうか、なんでお前あの場面見てたんだ？だいたいいつもタイミング良すぎるだろ。仕方ないでしょ、俺が行く先々に会長が居合わせるんだから。運命なんだよ。俺の方が毎回びっくりさせられてるんだからね。特に学校で会長を見つけた時は大抵女子を背にして男子を相手にしてるし、どこの少女漫画のヒーローなのかと。悪かったな、女らしくなくて。女が女を守って何が悪い？別に悪いなんて言ってないじゃん。でも今日みたいに男子でも体張って助けるのは予想外だったな。仕方ないだろ、あの場面で放っておくなんてできないじゃないか。じゃあ会長は、たとえ自分が大怪我しようが男女構わず助けに行くんだ。当然だろ。私は薄いだって助けてみせるよ。
そりゃ頼もしい限りだよ、ミサちゃん。バカにしてるな。まだミサちゃん、どうしたのその腕。ちょっと学校で、すみません、大げさに薬塗られてるだけなんで。あんなに腫れててよく言うよ。うずい、ここは男子禁制だ。私はさっさと仕事に出るから、お前も外に帰れ。ラジャ、それでは店長、行ってきます。痛くなったらすぐ言うのよ、ミサちゃん。それじゃ、今日は私、ミサちゃんのサポートに回るから、うすいくんも安心してね。ああ、あんまりわかりやすく助けると、逆に頑張りすぎるやつだから、気づかれないようなさりげなさで頼みます。あ、いけない、萌えの花が。苦労するわね、うすいくん。別に、楽しんでるだけだから、苦労だなんて思ってません。そっか、確かに頑張り屋のミサちゃんは見てるだけで楽しいかもね。何事にも一生懸命全力を出すなんて、やろうと思ってもなかなかできないのに、ミサちゃんは思わず心配しちゃうほどいつも一生懸命なのよね。いつか絶対、今でも十分何でもできる立派な子なのに、もっともっとって気持ちが伝わってくるから目が離せないっていうか、なんだか自分ももっとやれるぞってパワーをもらってる感じなのよね。うすいくんもそんな感じで楽しいでしょ。そういや考えましたよ、ミサちゃんのイメージカラー。は？己の道を突き進んで誰の色にも染まらない、そういう意味で白です。なんか意外ね。なんだうすい、まだいたのか。とっとと帰れと言っただろうが。だからこそ染めてみたくなるっていう意味も含めて。あ、何を言ってる。ああ、赤くなった。萌えの花が抑えられない。ふん、かっこいいホワイトミサちゃん。俺を倒して。じゃあ俺もラジオボス。あ、やっぱちょっとだけ手加減してください。俺も。スケスケもよろしく。また出てきた。うすいは黙ってていいよ。そういえば店長も妹なんですか。そう、兄がいるの。店長、お店に派手に可愛い子が来てますけど。あ、本当だ。来たのね。ミサちゃんすげえ可愛い。うすいは黙ってろ。この番組はジェネオンユニバーサルエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。